新潟競馬場2レースは2歳未勝利ダートの 1800m 戦、出走馬15頭です。芝量ダートやや重のコンディション、新潟競馬場風はほとんどありません。細かい雨が落ちています。先ほどまでより少し上空が明るくなってきました。スタンドから見て左手ゲートイン、表面黒ずんだダートコース、15頭中3頭しかダートを経験した馬のいないこの一戦、続々各馬がゲートを埋めます。4番のハイファイブ今誘導を受けています。そして8番のバンブトンプロ、なかなか入ってくれません。8番バンブトンプロ、これが収まって続いて6番のコスモアバンサ誘導を受けます。最後のゲートイン15番北のソロモン、今収まって係が離れました。ゲートイン完了、スタートしました。ばらつきました。内で4番のハイファイブがポンと好スタートを切りましたが、真ん中からは9番のグリーングラシア、この馬がダッシュよく飛び出しますが、かわして10番のテリオスノア出ていきました。スタンド前連れて11番ナックダンス、外13番ノーブルミステリー、まず3頭、その後に馬審査14番西のパプルブリリ、そのうちから4番のハイファイブ、ゴール板を過ぎました。9番のグリーングラシアがこの間に続いています。外へと出して5番のグランサバナは中段の一角、内からは1番のコン・イルベント、1コーナーから2コーナーです。先手は10番テリオスノア取りました、1馬身のリード。11番ナックダンスが2番手、その外体半分13番ノーブルミステリー、3番手で2コーナー回って向こう正面、1馬身差インコース4番のハイファイブが4番手、外14番西のパプルブリリ並んでいっています。その後は2馬身差、外へと出した5番のグランサバナ、先頭まで6、7馬身、インコース9番のグリーングラシア、あと1馬身半差1番のコン・ギルベント、その後2馬身がいて6番のコスモアバンサが続いて、今残り800を切りました。最初の 1000m 1分2秒7でいっています。各馬3コーナーカーブへとかかります。6番のコスモアバンサが徐々に押し上げていきました。あと中段8番のバンブトンプロ3コーナー3馬身後方に15番の北のソロモン行って600切りました。インコース7番のシゲル・ヴィンセント、その後ろ3番のエルクリード、あとは2馬身がいて内2番の山のことぶき、最後方12番のホーリーイブで第4コーナーカーブ残り400、先頭11番ナックダンス、13番ノーブルミステリー並んで直線に入りました。その後2馬身差、押して押して14番西のパプルブリリ、これが3番手から前2頭を追っています。その後追い込んでくるのは6番のコスモアバンサ、そのうちからは5番のグランサバナ、さらに外から8番のバンブトンプロ、そしてそのうちからは9番のグリーングラシアも追い込んでくるが、抜けれた13番ノーブルミステリー1馬身のリード、11番のナックダンス2番手粘れるか、ノーブルミステリーゴール2着、11番ナックダンス粘りました、外から5番のグランサバナ最後差を詰めて3着、勝ち時計は1分55秒8、13番のノーブルミステリー抜け出ました。鞍上は佐々木大輔騎手です。そして2着は11番のナックダンス、粘りに粘りました、外から5番のグランサバナ追い込んでこれが3着、勝ち時計1分55秒8、ゴールまでの 800m は53秒1、600m 40秒3と上がりを要しています。新潟2レースが終わりました。4コーナーカーブを回ったところで先頭11番ナックダンス、2番手13番ノーブルミステリー、この2頭の追い比べ、抜け出たのは13番ノーブルミステリー、鞍上は佐々木大輔騎手です。2着11番ナックダンス粘って追い込んだ5番のグランサバナ、最後は4分の1馬身から半馬身差まで迫っての2着です。13番のノーブルミステリー、ディーマジェスティ3区が勝ちました。ここはね、もう先ほど以上にもほとんどが初ダートという、ダート経験馬というのが逆に3頭しかいなかったという15頭立てのレースだったんですが、初ダートの1頭ノーブルミステリーが勝って2、3着争い、このあたりはねかなり接戦になりましたが、11番のナックダンス、こちらはダート経験馬でしたが2着、それから5番のグランサバナがこちらは初ダートの1頭3着、13番、11番、5番、最終オッズ画面でご紹介をしています。3連単はかなりの高配当、100万馬券というところですね。確定までお待ちください。小倉2レース。